ねえ、ちょっと奥さん、お聞きになりまして。うい、な、なあ、スミ、そのこのやつ、一体何を始めたんだ。さあ、でも、口調から察するに、井戸端会議ごっこかしら。井戸端会議って、なんだっけ。近所の奥様たちが外で集まって、雑談や噂話をすることよ。そっか、よし、井戸端会議だな。ねえってば、奥さん。何かしら、乃木様の奥様。勇者部の中二の方々ったらね。なーに。お友達にお着物を着せて遊んでいるんですってよ。あんれま、そうですの。あ、ダメ、もう無理、これ以上は堪忍して。ちょ、笑いすぎだぞスミ。私はただその子に付き合っただけで。ミノさん、わっしだからね、私たちもやろうよ。え、やるって何を。だから大きな私たちみたいにお正月恒例着物の着せ替え。いつから恒例になったの。今年。じゃあ恒例じゃないじゃん。でも園子先輩たち楽しそうだったし、私もやってみたいなって。私は構わないけど。だけどそれって難しいんじゃないか。ミノさんがまさかの難色。難色っていうか、そもそも着物はどうするんだよ。そりゃ園子やスミはいっぱい持ってるんだろうけど、今は家に帰れないだろう。そうね、考えてみれば銀の言う通りだわ。フォーフォーフォー。ウィク、なんだそれって。笑い声。笑い声よね、やっぱり。いかにも。タコにも。もう銀、混ぜ返さないで。えへへ、メンゴ。こんなこともあろうかと、私はちゃんと準備してたのでした。え、ごめん、二人ともちょっと手伝って。ああ、わかったわかった、力仕事は銀様に任せときな。私も手伝うわ。そのっち、これ呉服箱でしょ。どこにあったの。あのね。おい、話はこいつを引っ張り出してからにしてくれよ。ああ、ごめんなさい。よいしょっと。ひどい目にあったね。いやいや、こっちのセリフだって。ああ、それでね、これは園子先輩の家から持ってきたものだよ。こんな重たいの、園子さんの家から。どうやって運んだんだ。正確には園子先輩のお家の使用人の人が5人がかりで車に乗せて持ってきてくれたの。5人もの大人で運んだものを私たちに引っ張り出させたのね。正月早々、こき使ってくれるぜ、そのお姫様は。あはは、苦しゅうない。少しだけ苦しかった。一枚一枚見ても素晴らしい着物だけど、こうして並べるとまさに壮観ね。なかなかいいでしょ。なかなかどころか、どれも最高の着物よ。さすがは園子さんの持ち物だわ。それほどでも。お前を褒めたわけじゃ。あれ、でも、もともとこっちの園子のものだから、いいのか。それで、ミノさん、どれがいい？どれが。で、まさか、私が着るのか。正しくは、私も着るのか。
そのっちも私も着るんだから。ええー、私はいいよ。なんで？だって着物って重いし苦しいじゃん。慣れればそんなに苦しくないわ。七五三の時着物をナポリタンで汚して叱られて以来苦手なんだよな。どうして和服でその食事を？園子先輩、汚してもいいよって言ってたから大丈夫だよ、美乃さん。そういうことじゃないだろ。私の苦しさはどうしてくれるんだ。それはどうしようもないね。我慢できるわ、銀だって勇者ですもの。半日くらいの攻めくは耐えてもらいましょう。半日攻めく。その代わりご褒美もあるから大丈夫。え、どんなご褒美だ？和装の着付けと髪結いには自信があるから、私が銀を絶世の美女にしてあげるわ。すごいね、美乃さん、羨ましいな。ああ、どうしてこうなった。嘘、これが私？は、恥ずかしい。そうの子、勝手にアテレコすんな。でも本当に綺麗だもん、美乃さん。ワッシーもそう思うでしょ？ええー、もちろんよ。素敵だわ、ギン。マジで？鏡見てごらんよ。ほら。うわ、嘘みたい。スミ、お前どんな魔法を使ったんだ？魔法だなんて、これは銀の実力よ。今明かされる、美乃は銀の秘められた女子力。からかうなよ。でもマジで綺麗だ。あ、着物がだぞ。着物も銀もね。そういう隅だって。え、なんていうか、かわいい。ありがとう。ちょっと奥様、お聞きになりまして？銀ちゃんとスミちゃんたらね。わかったよ、わかった、ダーマース。その子もイケてる、かわいいよ。うわーい、皆さんに褒められた。邪魔すな、そこ。でもよかった、3人でお正月に晴れ着を着ることができて。向こうの世界だとこんなことしていられたかわからないもんね。勇者が3人しかいないから大忙しだもんな。こっちにいる大勢の仲間のおかげだよ。皆さんにはますます感謝をしないといけないわね。私はいつも感謝してるよ。こんなに着物を借りておいて、いろんな人の言動をメモにしたためておいて。あわわわわ、それは今